安陽寺は、静岡県富士宮市杉田にある、総統州の仏教寺院。本堂安陽寺に伝わる、明細帳によると、創立は、延暦三神術年とある。その後14世紀に雲中喜び構想が再開帰、したといい、また16世紀には、州、牧内構造が廃り在州へと改修したという。その後まもなくして、 文法佐市長賞が入り総当州へと改修したという。中世は今川氏や豊臣氏による庇護を得ており、同氏による発球文書が確認される。明治時代には末字を七カ子持ち、現在も蘇我寺等を末字としている。また、かぐや姫説話を含む富士山演技が伝来している。狸和尚の石像安養寺には民間伝承。 伝説の説話が複数伝わっている。安洋寺は、無地なが持つところであり、また近くには、無地なの標語や題目が記された、無地な塚があった。ただ無地なにとって、犬は、恐れの対象であった。お経や、葬式のような重要な用事がある際は必ず塚に、登り、犬がいないことを確認できた場合のみ暗洋寺に戻り、支度をした。一方、 犬がいた場合は動かなかったというものである。いくつかの系統があるとされる。猫団家に関わる伝承もある。内容は、時の和尚が猫を可愛がっていたが、ある時行方がわからなくなってしまった。十年が過ぎた頃、十歳ばかりの小僧が寺を訪れた。その小僧は和尚に大し礼を述べたが、和尚は覚えがなかったので問うと、小僧は、昔、 可愛がってもらった猫であるという胸を述べた。また小僧は、和尚の名を挙げるために、和尚の前で、奇跡的な事象を起こすと宣言した後に消えていった。その3日後に実際に、それが起こったというものである。かぐや姫説話を含む富士山演技の一種である。総当衆としての会期である、雲鋒里市長和尚から数えて四代目が著者したと、あり。 寛永16年のことである。富士山南独の各自社には、かぐや姫説話を含む富士山演技が伝わり、富士宮市や富士市はその舞台の地である。暗用字本、富士山田演技はかぐや姫を赤、夜姫と記している。富士宮市指定文化財。幕末に暗用字の裏側で、 用水工事を行った際に出土したものと伝わり、過ぎた中村遺跡のものであるとされる。縄文時代の特徴を有している。注釈原点出典、ありがとうございます。